またお会いしましたね。大丈夫。心配いりません。きっとうまくいく。ソロに注力。鳳凰が自ら身を焦がしながら世界の平和を祈るという伝説をテーマに、しなやかで力強い演技を披露しました。結果を出さないといけない気持ちはあったが、こういう演技をしたいという思いが今まで以上にあった。その過程を楽しめた。 重圧を跳ねのけ、ソリストとして観客を無料。それでは、先に失礼します。